すごい、なんか釜みなんかあるね。はい、トイレの便器だ。なんでこんなところに。井戸があるね。なんか石があるね。母ちゃん、あそこに。あ、何か建物みたいなのが。すごい、なんか釜みなんかあるね。はい、これはいいじゃないですか、今通ったの。これは初めて見るね。あ、そうなんですか。うん、いいです。そう、小屋が。
うわ、前より崩れてるね。前より確かに崩れてる。前ちゃんとしてたんだけどね。そうだね。ちゃんと形としてあったんだけどね、かなりもう朽ち果てて。もういつ完全倒壊しても。そうっすね。もう上になんか吊るしてある。行こうか。あ、まだ見えてない。キューピーの人形が。どうやって行くんだよ。あ、遊ぼうか。こっから行けそうだね。ここまで行く人おらんだろうね。でっか。なんだこれは。あ、ここにも建物あったんだろうね。なんかあれじゃない、お風呂じゃないですか。うん。修行僧が。あ、これトイレの便器だ。お風呂だよね。水が出るやつだ。なんでこんなとこに。出るか。出ない。お風呂だね。釜もあるし。
ここでまあなんか住んどったんだろうね。一体誰がおったんだろう。まあ、キューピーの風呂場だね。キューピーの風呂場だ。こんなんあるとは知らんかった。なんか全然。キューピーの風呂場が。お疲れ様です。サイズ的にも、キューピーサイズの、うん、そうだね。独創でしたね。うん。なんかドラム缶とかね、いろいろ転んでるけど。という感じでございました、今日は。蜂が多いね。カッチョン襲われそうになって戦おうとしたけど、はい、戦ったらアウトだからね。いや、初めて。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン。悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。